こんにちは。ゆっくりマリサです。霊夢です。さて、今回解説する大学はこちら。早稲田大学、社会科学部です。なお、今回は、文系学科に絞って解説をしていきます。理系学科の解説も、公開予定ですので、お楽しみに。本日は、出題形式、配点、傾向と対策、今後の配信予定、終わりに、という内容です。それじゃあ、始めていくぜ。それじゃあ、まず出題形式から。教育学部の出題形式は、次の通りです。A、国、選択科目の3教科を受験するんだな。そうだよ。黄色になっている部分は注意してね。国語では漢文も出題されること、90分であること、マークだけでなく記述もあることとか、地理で受験ができることとか、か。そう、特に地理があるのは珍しいね。早稲田大学では教育学部だけだからね。次は配点だね。配点は次の通りだよ。基本的に傾斜配点はないけれど、備考にある通り、一部の学科では、特定の科目を75点に換算して、計算をするから注意しようね。あと、教育学部では、特定の点に達しないと、その時点で不合格にする、いわゆる足切りが行われているよ。足切りの基準は、次の通りだよ。まず、どの学科、どの科目でも、大学が定めた点数を上回る必要があるよ。これがどれくらいの点数なのかは、分かっていないけれど、気にする必要はないよ。今この動画を作成している人間は、教育学部の公共市民学科を受験して、国語で平均以下だったけれど、合格していたからね。国語国文学科、英語英文学科だけは、共通の足切りに加えて、追加で上記の点数を上回る必要があるよ。だから、学科がまだ決まっていない人は、一刻も早く過去問を解いてみよう。出願した後に、苦手科目が 1.5 倍になっていた、ということがないようにしようね。次は傾向と対策だな。各科目ごとに解説をしていくよ。まずは英語から。大問いは全部で5題あるよ。問1は2019年から英文正常になったよ。全部で10問あるね。難易度はそれほど高くはないよ。ぜひ1ミス程度に抑えていきたいね。解き方としては、文型を意識して、品質のまとまりを作っていこう。グループに分けられさえすれば、おのずと答えが分かってくるよ。問2から問4は長文だよ。設問もそれぞれ10題ずつだね。解き方としては、主に3つあるよ。設問を先に見ることと、分からなかったら後ろの文を見ることだよ。まず、設問を先に見ることについて、設問を先に見るやり方は、大学受験チャンネルでよく紹介しているけれど、教育学部は特に、設問を先に見るのがおすすめだよ。なぜなら、教育学部の英語は、どの選択肢もはっきり答えが分かれていて、答えがスパッと決まるからだよ。まず10題分の選択肢を先に見ておいて、それからパラグラフを一つ読み終わるごとに、設問を1つずつ解いていこう。次に、わからなかったら後ろを見るっていうのは、後ろの文で、前の文を言い換えていることが、よくあるからだよ。単語も難しいものが出てくるけど、後ろの文で言い換えられているから、そういう単語に当たっても、焦らずに後ろの文で確認してみよう。最後の問い語は会話文だよ。会話特有の表現とかは出てこないし、文法で解ける問題も多いから、前の長文よりは簡単だね。解き方も問い2から問い4と同じだよ。この問題は10分以内に終わらせて、長文に当てておきたいね。次は国語だな。国語は、評論が2題、古文と漢文が1題ずつの、計4題だね。まず、過去問を解くときには、時間配分を意識しよう。90分あるとはいえ、かなりの分量だからね。評論は自然科学系の出題が多いよ。文系で科学的な文章が苦手でも、たくさん読むようにしよう。解き方としては、段落同士のつながりを意識しよう。文章が長いにもかかわらず、文章全体の要点を問う問題が出るからね。なぜこの段落はここで切れているんだろう、と、考えながら、解いてみよう。古文、漢文は両方とも、幅広くオーソドックスな設問が多いよ。古文では、単語、文法、古典常識、文学史といった、多くの知識を覚えて、問題を解いた後、助動詞などに気をつけて、本文を解釈してみよう。その中で、自分が足りなかった知識を、逐一埋めていこうね。漢文では、設問も6個程度と多いから、それらを早く処理しながら正答するために、白文から自分の力だけで、書き下しと訳ができるようになろう。白文を書き下す問題が、よく出題されるからね。次は日本史。時代に特に偏りはないよ。ただし分野としては、政治史、外交史がよく出題されるよ。あと、やはり早稲田の特徴なのか、異常なまでに難しい問題が、いくつか出るよ。こうした問題は、焦らずにスルーして先に進もう。逆に言うと、難問は気にしない代わりに、標準レベルまでの問題は、必ず正解できるようにしておこう。そのためには、年代ごとに大枠を、まとめ上げることがおすすめだよ。大変な作業だけれど、時代の流れがきっちり把握できるから、ぐっと正答率が高くなるよ。次は世界史だな。よく出る分野としては、ヨーロッパ史や中国史が挙げられるね。設問としては、ほとんどが正誤判定だよ。日本史とほとんど同じだね。ただし、日本史とは打って変わって、難問、疑問は少ないから、注意しておこうね。
ポイントとしては、解いた後、語文はどこをどう直せば、正しい文になるのかを、すべて確認しておこう。また過去問演習で、どんな風に誤りが出題されているかを、感覚で身につけられるようにしようね。次に地理だな。分野としては、地理分野が多いよ。地域で多いのは、ヨーロッパだね。だから、ヨーロッパの地域から学習を進めて、そこからどんどん範囲を広げるように、学習をしていこう。かといって他の地域、分野も、おろそかにしないようにしようね。模試などで出題が少ない地域も、よく狙われるから、余すことなく学習を進める必要があるよ。最後に、政治経済。レベルは標準的だよ。ただし、出題の仕方は少しひねられているね。2018年の立憲主義、途中まで本文を読み解かないと、わからなかった人も多いようだね。だから学習の仕方としては、その単語が、どういう風に文章で使われるかとか、どういう単語と一緒に出てくるかを、よく確認しておくことが必要だよ。あと、時事問題は必ず出るね。時事問題をまとめてある本が、年末あたりに出るから、そういった本を活用したり、予備校の講座などで、まとめて学習してしまおうね。特に時事問題は、受験生の間で差がつきやすいから、対策は万全にしておこうね。以上が、傾向と対策でした。現在までに、大学受験チャンネルで、配信が予定されている動画は、次の通りです。掲載した動画以外にも、様々な動画を配信する予定です。また、リクエストがあれば、その動画も作ります。YouTube のコメント欄や、大学受験チャンネル公式 Twitter まで、お気軽にどうぞ。いかがでしたか？この動画が、皆さんの助けになれば、とても、とても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を、全力で応援しています。このチャンネルでは、現役予備校講師監修のもと、過去問の解説や、入試の傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。